やれやれ、こんな濃い霧が出たのは初めてだな。お、なんだあれ。こんな大きな船が座礁するなんて。なんだ。おい、誰かいるのか。席、町の子供か。どこにいるんだ。もしかして君はこの船に乗っていた子かい？大丈夫、そんなに怖がらなくていいよ。体調はどうだい？咳は収まったみたいだな。ほら、今日はパンを持ってきたぞ。大丈夫か？よっぽどお腹が空いてたんだな。誰も取らないからゆっくり食べるといい。なあ、お前はこの船で。いや、いつまでもお前のままだと呼びにくいよな。名前はなんて言うんだ？待っていちゃ何もわからないよ。そうだな、ルイーゼ。ルイーゼなんてどうだ。私の思いつきだが嫌かな。一応喜んでくれているのかな。よかったよ、ルイーゼ。こんにちは、ルイーゼ。あれ？その赤いカバンどうしたんだ？船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい、今日はパンの代わりにこんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女の子が髪に結ぶものだよ。どれ、結んでやろう。できたぞ。似合ってるじゃないか。
ここに落ちてるのは。手鏡か。これで自分の姿を見てみるといい。そこの明るい場所なら見やすいだろう。なんだ、嫌なのか。そうか、日の光。暗い場所に長い時間いたから目が弱ってるのかもしれないな。ずっとここにいさせるわけにもいかないか。ああ、いつかここを出て一緒に海を見れたらいいな。やあ、ルイーゼ。今日の分の食べ物だぞ。どうした？お腹は空いていないのか？そっか。最近あまり食べていないが、大丈夫か？よし。じゃあ、これはどうかな？ごめんごめん。これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから私は好きなんだ。下手だけどな。声が荒れているな。無理をするなよ。でもうまいうまい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。もう亡くなったがね。その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして元気づけようとしてくれているのか。優しいな、ルイーゼは。あれ、カイネ、エミール。どうしたんだ、二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か？ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか？いや、何でもない。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。
そういえば手紙は書けたのか。この前書き方を教えてやっただろ。まだか。まあ焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかもわからなかったのにな。なあ、いろいろ考えたんだが、うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。どんどんヤバい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。お前も気づいてるんじゃないのか、この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。むや…ああ、カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう、カイネさん。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないな。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が残ってる。まだ使えそうだな。今女の子が。我も見たぞ、いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体。難破当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものであろう。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。ま
世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。今の音は何だ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。分厚い本が置いてあるな。何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。待て、この棚動かせそうだ。床の亀裂に引っかかったようだな。床が抜けでもしたら大変だ。これ以上動かすのはやめておけ。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ、どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなこと。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。鼻の方から隙間風を感じるな。おい、この白い紙、スイッチのように動かせるぞ。隠し部屋か。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。
音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。これは日記みたいだな。読んでみよう。船が化け物に襲われたと書いてある。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠していたみたいだ。これは事実なのか。わからぬ。化け物とは魔物のことだろうか。ここは厨房か。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き、船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なものだ。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。一体いくつリンゴを持ち歩いているのだ。ともかくもっと奥を探してみよう。この床。おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。どこかに落ちてないか探してみよう。ん？あれは？シロ、よかった、ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないでさっさと点火するのだ。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の。そんな、嘘だ、嘘だ。どうして、どうしてあの人が、町のみんなが。くそ。しっかりしろ。
カイネが感じた気配、おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか。ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当によかったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところでカイネ、お前が感じていた気配だが。ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めぬ。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ？いいはずがないだろう。